岡本太郎の作品や東郷清治の婦人像など、今日から始まったアート展に400を超える作品が集まりました。今注目の若手アーティストの作品も多く展示され、アートを身近に感じてもらうのが狙いです。5000円で挑戦できるこんなものも。こちらのコインをガチャガチャに入れると5500円プレゼントと書いています。1回5000円で最大5万円分の券が出てくるカプセルくじ、引き換え券で好みの作品を購入できます。半年間使えるようになっているので、しっくりくる作品を選んでいただく背中を押す企画になっています。展示会を企画したのは、アートを担当してわずか1年半の長谷川さん。注目するアーティストを教えてもらいました。しるしるさんです。こんにちは。ありがとうございます。大阪出身の画家、しるしるさん。アクリル絵の具で描く色彩豊かな作品が特徴です。日替わりでアーティストが会場で出迎えているので、直接話を聞くこともできます。素直な質問なんかをいただくので、自分も作品についてより深く語るとか考えることができるいいきっかけになるなと。どういうふうに見たらいいかわからないという気持ちで来ていただいても、いろんな種類の作品があるので、あ、これ好きかもって思えるような出会いがあるんじゃないかなっていうふうに感じました。ご視聴ありがとうございましたけど。